何も言わずにそっとやってくるの。作るよ。え、呪い、呪いのように。うん、よいしょっと。あれ、何やこれ、破裂するで。どうなっとんねんこれ。噛み込んどるやないか、石が。はいはい。これね、あれ、 90M3 のクラブスポーツ、まあ、ちょっとね、車検でお預けした時にちょっとガタが、ここのね、スラストメタルの、まあ、摩耗ね、まあ、よくあるやつなんやけど、ちょっとガタが出てたんで、まあ、じゃあついでに仕様変更するついでにオーバーホールしてくださいってことでね、パネシュタインにお願いして、ちょっとまたスペシャルなナンパできたので、今ね、踏んどります。お楽しみよこれ、うん、ちょっとこれこの辺ぐちゃぐちゃやったよ、あの埃とかグリスマリンな。さっききれいに掃除しました。掃除して、まあ、マルヒで作ってもらったスペシャルフィロ専用、フィロボール専用のね、グリス入れて、ご機嫌ちゃんですよ。で、これね、今回見た目は全長何も変わらず、変わってないんです。変わってないんだけど、はい、ね、縮み側のストロークは15ミリ多く取れるように改造してます。難しいです。これ分かる人はね、かなりマニアックな人なんですよね。まあ、そういうのができるのがやっぱりこのうちとカネシュタインとのやっぱり15年ね、やりだし15年の、何でしょう、信頼関係といいますかね、はい、だからいいものできてるんですよ。うん、バネも変わったんです。バネも今回変更ね。まあ、最初バネを変えたいっていう話だった。ああ、なるほど。うんうん。で、まあ、それでバネは用意してたんやけど、で車検預かった時に、まあ、ここのね、スラストメタルのガタがあって、こうガコガコ言ってたから、はい、もうこの際あれだったら一回開けますかっていう話したら、もうやってっていうことで、ほなもうついでに仕様変更もやっときますよって。新品以上です、ね。新品以上です。お値段以上お金したいです。はい。はい、森越さんもなかなかいいものを作るけど、パネシュタインはもっとすごいのを作ります、うんうん、だから、まあ、外はね、ちょっと中古にしか見えないけど、まあ、中全部新品で、全くビルシタのクラブスポーツではないですね。パネシュタインクラブスポーツ。おー、はい、なんかこの組むのもね、楽しみね。難しい、うんうん、足の世界は難しいですね。そうです、そうです。今日も急にだらけだね。今日も上がってますね。そうですね、ね、非常にね、急にちょっとマニアックな最近見積もりとかお問い合わせ多くて、ちょっと時間かかってますけど、はい、部品調べるのもあの大変なんで、時間ください。気長にちょっとお待ちください、はい、すぐ答えようがないんで、はい、定番のね、ものだったら早いんですけど、はい、ということで、まあ、これはこれでまた完成が楽しみなんで、また、ご紹介いたしますね。はい、お願いします。はい、そうします。はい、今日はね、あれよ、90M3 の、エンジンマウント、ミッションマウントをこちらの、ね、レブシフトの、強化マウントに変えております。カッターセンサー、よいしょっと。一応今ね、片側マウントが外れたりので、はい、こういうね、ウレタンのコード、結構硬いやつですね、これ。まあ、ちゃんとね、6タイトもついてますよ。よいしょ、行きましょうか。こちらはね、確か7万キロぐらいかな。これね、ノイズが入るんですよ。これ今外したやつ、まあまあなかなか潰れると思う。こうかな、うん、
これどんぐらい潰れてるんやろ。こっち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 、よいしょと。なかなか潰れとるよこれ。なか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 潰れとりますぜ。いいえんげ、話して話して、ローガンズ、ローガンズ話してもちっちゃいから見えんがな。何倍やこれ、60、いや58ぐらい、おお、うん、5やないで、ここやから、あ、57、8やな、うん、65センチぐらいか、センチは何倍や、こんなちゃうんだね、これ。同じ車のパーツとは思えない。そうやな。結構言われてるしな。そうですね。ほら、ブロンブロン、ブロンブロンになるで。しゃげてるから、大きいんですか、上から見てる。どういうこと？あ、こう？こう。あ、そうやな。潰れてるからな。うん、いいかも、欲しいよ。うわ、お疲れ様でした。ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい、これからね、このレールシフトに変えて、ビになりますぜ。はい、これ純正はゴムですか？うん、ゴム。ゴム系ですね。これセラミックとか言ったらびっくりするんです。まあまあ、どう見てもね。そう。一応ね。一応お伝えしないと。まあ変えるの大変やからね、あんま変えない人多いからけど、うん、これひでやっちゃったらここからパクッと飛んでいくからね。どこ行ったん？どっか行く、どっか行くんですよ。どっか、あのワゴン R のエンジンが落ちるんですよ。あ、ありましたね、昔ね。何回かあったよね、お客さんで。はい、エンジンが落ちました。落ち前がそんなんだよね。まあ、そういうことにならないよ、ね。はい。はい。あ、ここだけ取っとく？これ。ちょっと待ってよ。ここね。これ映るか？あ、いた。取れるか？これ難しいっす。こっちか、こっちか、こっちか。ここ。ここに入る。ここに。ここか。ここね。おおおおお。これ左ハンドルやからステリングシャフトはこっちね。右は、左側はもっと見にくい。あの大きいやつとちっちゃいやつがつくんですか。大きいやつとちっちゃいやつどういうことや。なんか、あ、ちっちゃいのあれミッションマウント。ミッションマウントはこっちの後ろ、これ、ここ、この中に、この中にね。ちょっとね、これは映らんと思う。見にくいですけど、うんうん、ちょっと頭上に注意しながら。そうやね、ええ、で今回ね、あの、まあ、全然今、まあ後で動くわけは。そうですね。青になりました。レンズもカラーリスキーにして。そうそうそう、はい、でオリジナルのね GT4 リップつけて、サイドも全部巻いたので、はい、でこの後これが終わった後に、金下にも込んでいきます、はいはい、ということで完成が、楽しみな Q0M3 左のマニュアルミッションです。超レアですよ、はい、そう、超絶レアですね。これ相当欲しい。マニュアルやったんですね。はい、左のマニュアルです、はい、すごいレアです。はい、はい、ご来店時に思わず、あの、打ってくださいって言ってしまった時代でございます。はい、はい、じゃあ入らん。今日は何してるんですか？見たら分かることだよ、これ。いつも、いつもやってる、いつものやってるやつよ、呪いのように。今日はね、Q0M3、はい、結構あの、何、もうカピカピになってるやつとかおるやんか、うん、で、うちはあの、レンズだけね、交換できるサービスやってるんで、はい、今回まあ新品にしたから、あの、またより長持ちと、あとね、ドレスアップ効果もプラスアルファでね、ちょっとエスティックご依頼いただいたので貼っております。もうこれ取ってもしゃあないぐらい簡単やね、これ。それ今ペタッと置いただけですか？置いただけ。よいしょと。
今日そんなにじっとやられとったらなんかやりにくいね。ほな、あとはよろしくお願いします。ほやね、あとはよろしく、もう簡単やからね。また出来上がり楽しみにしてます。はい、はい、それではなんかこれなんかしようなこれ、これ何しよう。なんかこの車も番長もなんか番長今日なんかしてますね。なんか番長しっかり変えとったで、ね、番長番長怪しい。はーい、はーい、はーい、でははいはいはい。で、ねそうだ、ほななかなか見ることないと思うんで紹介しとこう、うん、カーネシュタイン出して無残な、あーこれね、不運なことにシリンダー本来なら使えるんですが、タップ傷んでるんですよね。山が潰れちゃってるね。でスーパータップ職人のところに持ってったんだけど、はい、もうこれ直せんということでしょうがないのでシリンダー交換させてもらいました。職人もお手上げやったんです。職人もお手上げこれなんでこんなになると思う。なんでそんなことになるんですか。これはね、不運にも、うん、組んだお店がおそらく、うん、インパクトでバーンとやったんでしょうね、これ。おー、うん、そこですね、インパクト厳禁、うんうん、で、交換したのがね、こういったメタルで、ね、うん、まあ、これだがね、やっぱり痩せてきてこう、ね、うん、まあ、結構車高を落としてた状態で使ってたんで、この辺りに向かうと、まあ、美味しいところが使えてなかったということで、まあ、こういった摩耗が進んでいって、ガタが出ちゃったということで、はい、まあ、それにバッチリね、マル秘加工もカネシュタインがやってくれて、すんごい別の乗り物になっちゃいましたよということで、はい、完成したので、ちょっとご紹介しましょう。はい、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 かっこいいね、90M3。ね、左マニュアルのセダンなんかで超絶レアですからね。レアですね。欲しくて欲しくて。お願いしてみますか。お願いします。いやって言われてみんなね気に入って乗ってるんで、ね、うん、はい、まあ、大事にね楽しく乗っていただけたらと思います。はい、と、はい、いうことで、今回ね追加したのがフロントのうちのオリジナルのジリフォーリップ、はい、はい、こちら2バージョンあって、うん、出過ぎてるやつとちょっとやや控えめ、引っ込み自慢の方ですか。今日ちょっと引っ込み自慢でちょっと擦りにくい仕様の、はい、はい、まあおしゃれ仕様ですね。まあいいと思います。で、カーボンサイドスピッターですね、うん、はい、これ全然これで違いますよね。なんか閉まりましたね。閉まった、うん、で後ろもねオリジナルのね、リアカーボンリアディフューザー装着させていただきまして、いはい、バッチリバッチリバッチリです。かっこいい、はい、かっこいいです。でまあ、車検も、ね、合わせてやらせていただいて、いろいろ整備もさせていただいて、で、スプリングレート変更したりとかでね、うん、はい、まあ、楽しく、ね、セッティングさせていただきました、はい、楽しすぎてですね、はい、僕走りまくってたんで、はい、はよ帰ってこいやって金本にお怒りを、ね、うん、どこまで行ったんやろ、お前どこまで行っとんやお前って、仕事せんかいっつって、はい、はい、お願いしますね。まあ、そんな感じでね楽しく楽しくセッティングさせていただいてます、はい、ということでね、今日はね EQ0M3 左マニュアルのご紹介でございました。はい、はい、ということで、まあ BMW の中でもね EQ092系の M3 っつったら、まあまあ僕かなりの変態なんで、はい、はい、どん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 ね気軽にねいろんなものね、ご相談であったりご依頼いただけたらと思います。ということで、今日もねやっぱこのいつらアホやなとかおもろかったねと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、また次の V でお会いしましょう。さようなら新しい